PM のことでご心配になっている方が多いので、ここでちょっとですね、PM の解説をしたいと思います。今日と言いますかですね、これは11月の初旬のことなんですが、テレビで冬の PM を取り上げておりました。中国の PM が日本に来るということで、今年の冬は暖冬だから高気圧がどうのこうのと解説を取りましたが、日本の親がですね、子供を守るためには、こんなですね、いわば科学を知らない、経験のない、野蛮国家ではですね、ちょっと言葉悪いんですが、守ることはできないんじゃないかと、いうふうに思うんですね。で、正確なやっぱり知識を得ていくことがですね、やっぱり災害から身を守るわけですね。第一にですね、歴史的に、PM というですね、空気中を比喩しているものですね、これ特に、黄砂みたいなもんではなくて、梅人のようなもんですね。これはですね、都市を越えないんですよ。つまり、ロンドンならロンドン、ロサンゼルスならロサンゼルスっていうところに限定されております。まして、国境を越えた例はありません。だから今後もそうだっていうわけじゃなくて、まずこれを知識として知るということですよね。歴史的な PM 事件はいずれもですね、実は名前がロンドンスモークとか、ロサンゼルススモークとか、東京の光化学スモーク、四日市喘息というようなですね、都市の名前がついているにはそれなりの理由があってですね、それ以上外に出ることがなかったんですね。四日市でもあれほどひどい大気汚染で多くの方が喘息で悩んだわけですけども、近くにある桑名、津、名古屋などのですね、都市でも被害はほとんど報告されていないわけですね。なぜかというのは難しいんですけども、おそらくは PM の毒性が低いからということではないかと思うんですね。ある程度の濃度にならないと体に影響がない。それから第2にはですね、中国内陸部から、太古の昔から湧き出してきている黄砂ですね。これは日本に到達しますけども、この発生量から見るとですね、PM はその1万分の1程度ではないかというふうに思われるんですね。もちろん黄砂を PM に入れないってことですよ。黄砂が湧き出す量というのも非常に膨大でですね、到底その北京市が出す PM の量なんかとはもう全然違うということですね。黄砂っていうのはタクラマカン砂漠とかゴビ砂漠とかですね、黄砂高原っていうところがあるんですけども、ここの広大な地域、日本の10倍ぐらいあるかという地域でですね、発生するわけですね。面積が190万平方キロメートルでしたから、だいたい日本の5倍ぐらいですかね。 PM が発生する北京市から言えば1000倍。しかももちろん北京市全体で PM が発生するわけでなくですね、工場や道路から出るわけですから、せいぜいその面積の10分の1にするとですね、黄砂の発生地域の面積に対して PM が発生する面積ってのは1万分の1ぐらいだと、こういう桁の話なんですね。それから PM には、日本にはもともとですね、もう一つ全然別のあれですけども、日本にはもともと PM が1平方キロメートルあたり1年間40トン降るとされていますね。このうちの10分の1が黄砂で、残りは日本が出している PM だと考えられるわけですね。つまり中国が PM を出し始めたのは最近ですから、昔のデータが1年間40トンということは、そのほとんどが日本の出している PM なんですね。で、日本で黄砂が来る地域の面積を、大体ちょっと大きめに見て25万平方キロメートルぐらいとしますとですね、降下量全体は1000万トンぐらいと。このうちの100万トンが黄砂という、こんな感じになりますね。だいたい黄砂100万トン降ってくるということになります。それに対して北京の大気は ひどく PM で汚れているときに1立方メートルあたりですね、だいたい700マイクログラムですから、これが100メートルの層にわたってあるとしますとね、そんなに高くないと思いますが、1日にだいたい1トン程度と、1年間に400トン程度ですね。日本に降ってくる黄砂の量が1年に100万トンなのに対して、もともと北京で発生する PM が1年で400トンっていう規模ですね。
まあ、つまり第一に中国ですらですね、黄砂の量と北京の大気汚染の量とでは数万倍違う、まあ、これは数万倍違う、あ、大体2500倍ぐらい違うんですかね。おまけに日本の倍人 PM の9割は日本が発生源で黄砂が10分の1と。そして PM の環境被害は世界都市の中に、狭い都市の中に限られるという、まあ、歴史的経験があってですね。そうしますと日本の倍人 PM の発症元はほとんど日本であって、まあ、黄砂がその10分の1、さらにその1000分の1とか、まあ、そのくらいが中国からの PM と、まあ、こういう一応計算になります。もちろんここで示した数値は私がちょこちょこと計算した概算ですが、私は大気汚染の専門家とか気象の専門家はですね、間違った情報を流すことなく、より正確な測定と計算をしてですね、その値を使って、かつそれと歴史的な経験も照らし合わせて、専門家としてですね、何を私たちが注意しなければならないかを明確にしなければならないと思います。テレビの解説を見てますとね、日本の発症した PM、 それから黄砂が来る量、それから北京で発生している、いろんなところで発生している中国の PM の量、それが量としてどのぐらい日本に到達しているかっていう量、全く触れずにですね、単に、まあ子供みたいったら失礼なんですけど、科学のことを全く知らない人のように解説をするということですね。これは恐怖心を煽るためですけどね。まあ、こういったものが実は日本の環境情勢を作り出してきたわけですね。まあ、その一つに朝日新聞が、まあ最初反対してたリサイクルを、まあ、態度を急変させて、リサイクルを善玉に仕立て上げたと。まあ、それから良い子のふりをしている環境関係の、まあ、議員さんっていうのがいてですね、まあこれリサイクルで騒いで嘘だったと、ダイオキシンで騒いで嘘だったと、地球温暖化もやがて嘘がバレると、今度まあ PM の報道が大きくなった。危ないですね。危ないのは健康に危ないじゃなくてですね、お金を狙ってくる、懐を狙ってくるわけですね。そのうち PM 対策でこれぐらいの金がいるとかね、だから消費税を増税しなければならないっていうようなことになりますね。まあ手段はいつも同じなんですよ。まず脅すんです。まず脅すわけです。その脅したやつをマスコミが煽るわけです。みんなが心配になります。対策が出されます。東大教授に研究費が行きます。配下の東大教授、大学教授に青虫、青虫というのは割当研究費が配られます。そうする頃に記者がその青虫を食べた先生のところに行って、そのコメントが新聞に載ります。そしてもうこれは大変だ大変だってことになって消費税が上がる。これはもうリサイクルでもダイオキシンでもみんなそうで、我々は膨大なお金を失ってきました。朝日新聞はですね、おそらく慰安婦事件がありましたから、少しずつこの世から引退を余儀なくされると思いますけどね、まあ、今度選挙が行われるんであれば、私たちの子供のため、よくよく現在の矛盾した社会を作り出した良い子議員というものを、まあ、一掃するチャンスであると、まあ、いうことですね。民主党の時に我々は痛い目に遭いました。つまり選挙の時にうまいことを言う人はダメだってことですね。やっぱり私たち選挙をする方はですね、よく人柄を見て、嘘のつかない人にまずは投票したいとですね、やっぱりダメだと思うんですね。政策マニフェストがいくらよくたって関係ないですよね。マニフェストに書いたことをやらないんですからね。だからマニフェストも何の意味もないってことも分かりました。まあ、そういう点から言ってですね、この PM の私は解説を聞いて、またこんなこと言ってんのかと。いや、PM のですね、中身を、意見の違いはあるんですよ。PM の中身を、まあ、10のうち9は日本初だと。1は黄砂だと。で、黄砂の何分の1が PM ですとかね。あるいは全然観測値が違って PM が多いんだと。じゃあなんで多いのか。北京という狭いところで、たった700マイクログラム、まあ、1立方メートルあたりですね、出たものがですね、なんで黄砂なんかよりか多いのかと。その理由をちゃんとですね、まあ常識ある大人が理解する程度には、やっぱりテレビの解説者というのは放送しなければいけませんし、公共放送の責任というのはそこにあるんではないかと、まあいうふうに思います。